紙おむつ、はい、防げなかった記載漏れサラリーマン川柳の時期ですか。もう、実は3日前ぐらいに。あ、そうか。発表になって、慌てて、もう、はいはい、いつ来るか分かんないから、もう、俺も。それ皆さんの、やっぱご期待にそう。何が紙おむつだと思ったら。ええ、はい。防げなかった。記載漏れ。あれ紙おむつ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。記載漏れ。お前もこの年になるんだよ。はい。お前もいつか。だから、はい、まあ、これ説明さすんですいやいや、ごめんなさい。まずちょっと最初なんで。うん。あ、最初じゃなかったかな、これじゃあ。紙おむつ、うん。防げなかった記載漏れ。うんはい、まあ、要は、その、まあ、年齢的にもね、高齢の人が、はいはい、ちょっときついですね、確かに。ああ。うん、が、はいはい、多いから、まあ、尿漏れとか、のことですよ。なるほどね。紙おむつをしているような年齢の人が。ああ、なるほど。うん。いいんだけどね、ちょっと。ちょっと、ごめんなさい。ちょっと難しい。僕が悪かったですね、はい、最初に。ごめんなさい、紙おむつでやっぱ子供、赤ちゃんをやっぱ、パッと浮かんじゃうんで。ああ、そうでしたか、はい。はい、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。わかんなかったです。本当に面白い。ああ、ちょっと、出鼻くじかれちゃう。最初なんか、すいません、いやいやいや、記載してくれてる皆さん。いやいや、みんなも、ねえ、はい、そうか、今日は、あ、なるほど。この回ね。オッケーオッケー。大丈夫。この回ねって、別にそういうことじゃないですよ、僕は。何も、そんなね、シャチコバってやるつもりはないんですよ。わかりました。じゃあちょっと、はい。ちょっと何ですか、はい、その覚悟しなくていいですか。いや、じゃあドキドキ、ドキドキで。その、わからなかったらどうしようがあるから。ね、そこドキドキするのよ。じゃあちょっと、これどうかな。はい。紅小路。うん。確かめたいが字が見えず。あー、わかる。わかる？老眼が。老眼がだんだんね、そうそう進んできて、ええ、やっぱ健康食品とかちょうどそう気にする世代っていうのは、ちょうどね、うん、なんかそう、追われるように説明するのやめてもらえませんかね。追われるように、わかるわかる、わかってますわかってます、理解しましたみたいな、そういう大会じゃないんですよ、僕のやってる大会は。そういう大会じゃないんです。別に楽し、気楽に聞いてもらえれば、僕はいいんですけれども。はい、ああ、でもいい、うまいっす、うまいっす。え？いや、うまいと思う。いいですか？紙おむつは。紙おむつは、うん、うまいんだけど、うんうん、ちょっとやっぱ、最初、伝わりづらかった。あ、そうですか。はい、じゃ、これはどうですかね。株高で、笑う株屋と泣く八百屋。ああ、うまい。本当にそう。ねえそうよああいい感じになっちゃう。これ、大賞取るんじゃねえのねえ、これどうですか、いや、株やば株はね、上がって困ってる八百屋さんと。ね、八百屋さんは、そら、うん、それこそ株売ってるような八百屋さんがね。そうですよ。そう、大変ですよ。今気がついたみたいに言わないで。そう、初めからそのつもりで気づいた。歌ってる。気づいたんだけど。読んでるんですよ。はい。ね。ねはい、どうですか、あ、株高で。これいいです。笑う株屋と泣く八百屋。はい。はい、いいでしょう。うまいうまい。じゃあ、次はね。うん。なんですか、あ、ちなみにこれらは太田さんの作品なんですねって、用事もちろんです。これ、パクってないですよ。いや、違う違う。一応ほら、今日初めて聞いた人、ええ、もう毎年のようにこれやってるけども。あ、僕の。ええ、太田さんがね、もちろん、サラリーマン川柳の時期に。さらっと川柳ですか、今。申し訳ないですけど、サラリーマン川柳ずっといろいろあるのね。去年からさらっと川柳に変わっ、だったの。間口を広げたんです。まあまあ、そうだね。役みつるが。役みつるが。役みつるが、サラリーマンだけじゃなく。さらっと川柳。さらっと川柳。サラセン。サラセンっていう言葉は残したかったんでしょうね。残したかったね。サラセンだけはね。それで、はい、まあでも私のような、まあその、はいはいはい、まあ私はだから、サラセンに、うん、まあ、いわゆる、こう、答える形で。はい、毎年、まあまあ。じゃ毎年ね。だって、期待されてるからさ。いやいや、まあまあね。そういう、いっぱいいると思いますよ。でも、冷めた目をしてますか、冷めてないのよ。いや、まさか今日この人は思わなかったから。いや、まさかっていうかね。急に来ますからね、急に来るね。そうですよ。だから、ちゃんとアンテナ張っといてください。もう、最初で散々3日前にやってんですから。
あ、そろそろだなと思ってくれなきゃ、その時に。俺はあの、働くパパママ川柳の毎年ね、うん、選ぶ側で、やってます、ね。それ全然話題になってないですよ。そうですかね。まあ、確かに、サラセンほどのあれはないかもしれないけど、でも、うん、年々、あの、作品数増えてるんですよ。応募数。ああ、そうです。はい。じゃあ、そっちもやんなきゃいけないですね、僕も。いや、そう、まあ。いつ頃やるんですか、それは。それもう、こと、いつもね、春ぐらい。あ、じゃあもう終わった。もう、今年は終わっちゃったかな。ちょっとなんか、何ですか？あ、ノリが悪いですよ。いや、ちょっと待ってよ。そう言えば言うほど、もっと最初の頃を喜んでくれたって。あーそれとかってそういう喜んでくれてたじゃない。だって飽きました。飽きてはない、飽きてはない、この回は好きな回なのよ。だから回とか言われると別になんかお前が大会とか大会ですよ、僕にとっては。だって慌てて3日前に慌ててあーと思ってやったんです。じゃあ次いきます。はい、はい、貯蓄からの、はい、投資したのはコロナ株。はあ、ちょっと待ってね。コロナ株ね。貯蓄から投資へ、岸田さんが言いました。無理しないで。いや、違う。考えて時間はちょっと、それはさ、ね、川柳はもちろん伝えたいわけじゃない。うんね、だからそれまず。わかりました。ちょっとごめんなさいね。貯蓄から投資したのはコロナ株。ええ。まあ、要するに株を買うわけですよね。でも、貯蓄から投資へって。はい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 。投資って株を買う。うん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 、でそれがコロナの、コロナ株って言うじゃないですか。はいはい、コロナの、ね。新型コロナの、コロナ株の方に全部投資してしまった。っていう、ね。貯蓄がなくなった。なくなったって。すっげえ深い理由があるね。いや、っていうか、これ一発で伝わるはずなんだけどな。ダメかな。ごめんなさい。え？あの、一般的にはもっと伝わるかもしれない。俺がポンコツだから。そういうのがね。あんまり。そんなにヒゲする。ていうかさ、そんなギスギスやりたくないんですよ、僕。本当に。ねえ。もうちょっとこう、和やかに。分かってて。そんな、厳正なる審査。緊張してる感じやめてよ。よく、緊張してないですよ。これはどうかなみたいな。いや、だってそれは、言われちゃうに笑ってほしいからですよ。もちろん、はい。ドキドキしますよ。それラブレターを、僕は今、ここで発表してるようなもんですよ。気持ち悪いね。ラブレターに例えるんじゃないよ。え？じゃあ、次行ってください。これは多分分かると思うんだけど。それ言うとほら、分かんなかったらどうしようってなるか。最高値。最高値。俺の小遣い最安値。ああ、これはもう分かりやすい。うん、これはいい。ね。これはいい。はい。これいいね。俺の小遣いってのはね。俺の小遣い最安。サラリーマン川柳ってか、だからさらっと川柳だけどね。うんうんうん、サラリーマン川柳的な。やっぱ4万円超えて最高値を。なったけれども。記録しましたから、日経平均。うん。ね。何が4万円だったの？俺の俺は3万円だ。市民のところまで来てないよ、ね、来てないよという、そういうことですね。はい、ついてるね。ついてるついてる、ついてる、いいとこついてる。ああ、そうですか。嘘くさいんだ、だんだん。リアクション。ちょっと待って。でもさ、俺のリアクションを、そうやって評価はやめてください。わかりました。はい。じゃあ、これちょっとまあいいか。はいはいはい。不正して、投票率下げ、好循環。不正はしたよね。あの、これさ、金のね、クイズじゃないんだ。クイズじゃないんですよ。まあこれは、はい、言ってみれば、はい、投票率が下がると自民党強いって言われて、今どっかわかんないですけど、ね、はい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 。で、経済の好循環って言ってますから、岸田さんは。はい、不正して投票率下げて、うん、あの、自民党が有利になるって好循環をやってるねっていうことです。あ、そうか。まあそういうことですね。それはちょっとすげえ新聞読んでる人みたいなね。そんなこともないんですけど、ダメ。はい。これはわかるとはね、はい。気のせいか、コロナ禍よりも不法きく。あ、確かに、ほんとそう、実感。これみんな、そうだと思うよ。ねえ、これちょっと、うん、あれっていう感じ、ね、出てません？そう、いや、出てます、出てます。うん。うん、ここのとこ、またね、結構、うん、そうなんですよ。ね、これ心配ですよね。ねえ、うん。まあ何があれっていうのはわかんないですけども、はいはいはい、気のせいか、うん、コロナ禍よりも不法きく。うん、ねえ。そうですか。これは、いや、みんな納得すると思いますよ。過払い金。うん、
国も返してくれますか。いやーこれはいいパンチ見まったな。いいですか、やっと来ましたか。ここへ来てやっと来ました。カバライ金だよね、あんな全部戻しますよっつって、ね、うんうん、そういう風に決めたんでしょ、あんたたちが。アディーレはやってくれるんですかと、事務所みたいな、大丈夫ですって言ってますけども、とカバライ金はもうどんどんね、そうもう戻ってくるんだからっつって言ってる、うん、あんたたちが我々に過払い金をいっぱい払わしてんじゃないのと。国も返してくれますと。はい、いいね、うんうん、じゃあね、顔じゃない、メガネは税の一部です。これはどうですか、ね、ある一定のメガネは顔の一部です、だから東京メガネ。この CM よ、うん、この CM 今の若い人はどんだけ知ってるか、ね、わかんないけどね。メガネのパリミキとかね、メガネ、そのメガネ屋の方に行くのやめてくださいよ。そうじゃなくて、メガネの子は割引とかね、メガネ屋さんの CM の今ほらもうあれだもんね、まあ、ある意味緑の山手線もそうだね、それはあのヨドバシカメラとかね、どうですか。いやこれいいです、いいです、うん、メガネね、メガネは税の一部です。顔じゃない、顔じゃないんだよ、メガネは税の一部です。増税メガネですからね、うん、だからちょっとあのきつくなりますよ、あのやっぱ川柳なんでね、まあまあまあ川柳だからね、ちょっときつい言い方になってしまいますけど、はい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 、それではご容赦いただきたいんですけども、はい、私、ね、いいです、そういうの好きです、あそういうのいいですか、はいはい、いいです、うん、新ニーサゴジラじゃ次はマイナスよ。あうまいや、新ゴジラみたいなね。そうです、新はカタカナで書いてください、カタカナ。新ニーサの新はカタカナで書いてください。新ゴジラの次はゴジラマイナスワンですか、うん、そういうことです。新ニーサ、このゴジラのあのアカデミー賞のあーそうです、これも全部取り入れて、うん、新ニーサ最近の投資のね、ごますってもうそれ変にごまするのやめてもらえませんか。ごますこれほんとうまい。え今んとこ一もう接待リアクションになってる。いやいや太鼓持ちみたいじゃないです。そうですか。はい、我らこそ、うん、Z 世代だマジンガー。だーこれはいい。大津さんがね、うん、よく言うやつですよ。いやよく言うとか言わないでください。それはちょっとなんか愛に逃げたみたいに距離じゃないですか。いやいやいや。ね、うん、マジンガー Z 世代だから。そうそう。本当に。我らこそ Z 世代だ。Z 世代。マジンガー。ね。いい。いいですか。いいです。うん、今のところどれがいい。今のところね、メガネは税の一部ですが、やっぱりリアクションが、ね。あとやっぱ株も良かったよ。笑う株や。株高で笑う株やと、ね、泣くやおや。うん。とも うまいね。ほらあのと、うん、話す相手も知らぬ人。ほらあのと、ほらあのと、うんうんうん、話す相手も知らぬ人。ああなるほどね、うん、あのちゃんのちょっとああちょっとそうか俺の言い方が悪かったごめんなさい俺ほらあのとあのあ俺の言い方あのちゃんかと思っちゃったごめんなさいはいはいね、うんうん、ほらあのってねほらあの誰だっけっていうのあるんじゃないですか、うんうんうん、ほらあのと話す相手も知らぬ人ボケすぎてねボケすぎてそうですねボケすぎですよ、ボケすぎですよ月の石お見に行く気力もはやなし。あ、これはね、万博が今ね、大阪万博がいろいろ言われてるけども、うん、前の大阪万博で1970年の大阪万博の時に、うん、この月の石っていうのがものすごい、そうですそうですね、こう、うん、もう騒ぎになって、うん、あんな石ころ一つにみんなもううわーって長蛇の列でしょ。行ったわけですよ大阪に。ね、うん。見に行く気力もはやなし。これはいいの。大阪にパンチ効いてるね、これね。パンチ効きました。ええ。パンチ効いてる、効いてる。パンチパンチパンチ。パンチパンチパンチ。ね。じゃあもう一本。お。五輪から、うん、脈々続く的外れ。だーもううますぎだ。これはうまい。いいね、リアクションが。これはうまい。うまいでしょ？これ本当にオリンピックから、これ、あの昭和の時もそうですよ、うん、昭和39年に東京オリンピックあって、うん、ね1945年に大阪万博、うん、同じ流れですよ流れなのにもかかわらず同じことを今回またねやろうとやってるわけですよ、うん、
もちろん反対はしませんよ。うんうん、この間の東京オリンピックも良かったですよ。うん、日本いっぱい金メダル取ったから。あれは厳しめになりますから、そうそうそう、川柳になると。川柳になるとね、うんと。大阪万博だって別にね、いやそれも別に何も失敗したって決まってるわけでも何もないし。ただ、その今の段階での期待度とか。想定外がいろいろある。そうそうね。あとほら、いろいろ円形のこうなんだっけ。木で作るまたね。ね、そうそうそう。あれをどうすんの、どうぞ。なんかいろいろ問題になってる、うん。予算かかりすぎてると。うん、脈々続く的。この脈々が的が当たってるのか外れてるのかもちょっと微妙な感じだしね。今のとこな。脈々。この、あのキャラクターね。キャラクターです。いいね。冴えてるじゃないの。冴えてますか？冴えてると思う。冴えてます。最高ですか？最高です。AI に、辞書にしとけと諭される。仕事しろよ AI ね、もう AI ですから何でも、うん、もう分かんないことあったらもう AI 聞いて、そうそう、AI、いやそこ辞書で調べなさいって AI に言われちゃうんだよね。辞書にしとけと諭される。でまあ年齢的にもな、もう無理すんなよと、あそういう、ね、まあちょっとサラセンですから、そっかそっかそっか、 AI に辞書にしとけと諭、ね、GPT じゃねえぞ、寝ぞと、本当は使いこなせんのかって、そうそうそう、 AI から言われちゃう、ね、無理しなくていいよと、いい、ね、今この年でいいねいいねいいって、ああ AI そこまでも気使うぐらいの AI はね、ああ AI ってことです。ああいいです。二人で慌ててフォローしてる感じしません？なんかもうやめますこれ。そんなことない。いやもうちょっともっとあるでしょ？あります。こんなもんじゃないもん、今、いつも。今までが。どういうこと？数が。ああ、数が。うん。不適切。言われる前に自主退社。ああ、不適切っていうのもよく言われたしね。うん、不適切にも程があるみたいな。うん、ねえ。言われる前に自主退社。うん、ああ、これもやめてどうすんだ。そうなんでもね。これでも確かに自主退社とかも促されたりもするんでしょ、うん、最近結構ね。うん、ちょっと多いよ。ダメですよね。ダメじゃないです。いただきます。言った娘にギョッとする。あ、そんな時代ですか、もう。いただきます。え、娘が言ってギョッとする。これはね。ええ、いただき女子なんです。ああ、そりゃあかんなかったわ。これ、悔しい。いただき女子ね。そうなんですよ。ああ。娘が普通にいただきますって言ってた。あ、まさかうちの娘。そう、そういうこと。いただき女子なの？ちょっとね、俺も自信なかった。でもこれは。俺が悪い。悪くない。これは本当にうまい。え？うん。これは、でも、ちょっと気づかなかった。俺がちょっと悪い。いや、俺のが悪い。やっぱね、それ。疲れましたか。疲れてない。疲れてない。全然疲れてない。大丈夫ですか？はい。うん、いや全然疲れてない。大丈夫。はい。金遅れ。うん。息子よ、詐欺と言ってくれ。ああなるほど。これもうまくね、うん。使ってるよ、その、いわゆる、うん、今のオレオレ詐欺みたいなのが多いけど、うんうん、ね。だから、また金くれって息子を、まあ、うん、これ、逆にもおでやすけど、詐欺の方がいい。詐欺だったらいいのにって思っちゃうっていう皮肉ね。うん、そうそういうことです。気をつけましょうっていうこともあるけども、あるけども、ね。あるけど。いいやつだな、お前はな。一生懸命俺のこと。フォローじゃないです、うん、いいと思いますよ。いいですか、はい。うまい。じゃあ、続いて、はい、いきたいと思います。はい、うん、ふるさとは、返礼ありて思うもの。いや、これはうまい。本当にふるさと納税ね。ええ、この返礼品が、ね。すぐ答え言う。ええね、そうなんですよ。そうそうそう。でも本当に、うまいよ、ふるさとは遠くにありて、遠きにありて思うものっていう、もともと有名なね、そうなんです、言葉ありますから。うん、で、これを、返礼品っていうのが、ね。返礼ありて思うものと。今、本当に今をちゃんと捉えてる。すごい。大丈夫ですか？大丈夫。だってもう俺自身がそうだもん。うん、ああ、そうですか。この返礼品から選んでますからね。ないですもんね、東京は。ふるさとはないですけど、うんうん、もう返礼品から選んでますからね。わ、うんうん、かる。わかる、うん。いいですか、なんか。いいです。これは本当にうまい。ああ、うん。じゃあ、富士山の前に日本一の壁。ああ、これは本当に。
富士は日本一の山なんだよ。そうなんですよ。ね。だからこそ海外からとかもみんな来て写真撮りたいんだけど、コンビニのとこで、そうです、そうです。バーって来ちゃって、うん、もう普通の道端とか出ちゃったりして、観光客が。隠さざるを得ない。もうそうそう邪魔になって危ないから、もう隠さざるを得なくなったあの壁ね。日本一の壁。高い壁よ。ね。ね。うまい。いいですか？うますぎる。嘘くさ、嘘くさ。十万石まんじゅうだ。うまい。うますぎる、ね、風が語りかけるっていうね。十万石まんじゅう。十万石まんじゅう。いいですね。異常です、うん。異常気象のない年が。あ、いや、ほんと、そうだよね。もうね、もはや。うん、もうここのとこずっとそうだもんな。うん、異常気象じゃない年なんてないもんね。うんうん、毎年異常気象。うん、昨日のさ、うん、夜でラゴすごかったね。あの稲光は雷とすごい大雨ですよ。うん、まさにその通りです。うん、うまいです。うん、やっつけ的なつけてやめてくださいよ。その本気で本気でどうすりゃ人生じゃないですか。本当にうまいと思って疲れました。疲れてます。全然疲れてます。まだありますけど。まだまだ全然もっともっとちょうだい。もっとちょうだい。公害で悩んだ世代、老害に。ああ、ほんとそうだよね。うん、俺らか、うん、まさにね。まあ俺らか、ちょっとその上、ね。上ぐらいですかね。うんうん、もう公害って昭和40年代ぐらい出てきましたよ、うんうん、言葉がね。公害、公害、どうすんだ、これは。老害になっちゃう。俺がもう今、老害。うん。すっげえズバリ。公害対策を言う。うん。ズバリですか。ズバリ。ズバリ。はい。完全に老害です。公害で悩んだ世代。世代が老害に。ね。今のが変わったら綺麗だしね。一番自分が害になってしまう。そう。うまいね。ヘドラの世代だから、ね。ヘドラ、ゴジラ対ヘドラですから。そうそうそう、そう、うん。じゃあね。パパがねと、うん、無垢な我が家の暴露系。あ、なるほど、わかった。これ子供が、ちっちゃい子がね。ママにね、何にも無垢だから。そうね。パパがね。パパがね。ね、この間ね、つって。なんか携帯でね、つって。そうそうそう。なんか女の人の写真見てたよ、みたいなとかね。そう、暴露系。暴露系。ちょっとほのぼのしながらも。暴露系という今のね。はい、ね。今のそういう時代を。うん、ね。無垢な我が家の暴露系。うまい。うまい。うまい、うまい。ちょっと考えましたね、今。いや、最初ちょっと一瞬ね。一瞬わかんなかったけど。暴露系あの、ドキドキするのやめてもらえませんか俺別に追い詰めたいわけじゃないんですよ。わかるよ。わかるけど。勝手に追い込まれた。追い込まれんのや。あの、必要以上に俺を恐れないでもらいたい。ただ単に気楽に。落ち込むんだもん、だって。だってそれは、あなたに伝わらないの一番辛いですからね。はい。ね。わかりますよね。まあ別にいいんですよ、でも伝わらないのは、俺の技術不足ですから。じゃあもう普通、フラットにフラットに。フラットに。はい。大谷の、うん、肘を気にする五十肩。最高じゃない？最高？ああ、そう。ね。お前、お前、人の肘じゃねえだろ。大谷の肘。お前、五十肩じゃねえかよ。そう、ないねえ。いるでしょ、こんなの。五十代。五十肩に肘大丈夫かな？肘大丈夫かな？お前の肩はどうなんだ？うまいね。そうね。うん。優勝。今と優勝。え、ちょっと待って。今んとこ優勝と株高よりもいや。いや、今の優勝は、五十肩と、うん、あの、新兄さんの。新兄さんあの、メガネ、メガネね。うん、それと、あの、新ゴジ、あ、新ゴジラだ。そうだよ。新ゴジラね。新ゴジラ、新ゴジラと。次はマイナスよと。あと、あの、増税メガネ。増税メガネ。うん、メガネ、顔の一部ですね。顔の一部ですね。それと、税の一部、うん。株高もいいけど、うん、今んとこちょっと五十肩いいんじゃない？あ、そうですか。うん、健康の、ために歩いて喫煙所。いっぱいいるよ。どうですか？耳が痛いよ。本当にそういうやつ。耳が痛い。僕やめたじゃねえかね。たぶん辛いけど。耳が痛いよって思う人いっぱいいますよ。喫煙所も遠くなってますから。ね、そこも。うん、ね、喫煙所がもう、ないし遠い。ないし遠いんです。ね。健康。でも、歩いて、俺歩くんだ。ために歩いて喫煙所。いるんだよ。もともともねえだろ。間抜けなやついっぱいいる。間抜けなやついっぱいいるんですよ。我が娘。父にもいいね押してくれ。ほんとそう。ほんと押してほしい。もう、今日もうちの高2の長女、うん、昼間、なんか、
今日なんか学校休みで試験休みかな、うん、なんか休みだったらしくて、うん、なんか美容院に行くとか行って、うん、で行ってでママはお仕事でいなかったんですよ、うん、で他の兄弟もみんな学校行っていないから、うん、ママがあの娘がもう病院終わったって連絡来たから、うん、お昼一緒に食べて食べようかと食べたらって言われたから、うん、ああまあ断られるんだろうなと思いつつ、うん、一応 LINE したわけですよ。年頃ですからね。そうであの終わったんでしょ、うん、ってそしたらあのランチどっかで一緒にする、うん、って LINE したら大丈夫っていう大丈夫大丈夫帰ってきました、まあねはあね、で昨日はなんかあのちょうどね、うん、あの帰ってくる時間に、うん、あ一昨日か帰ってくる時間の頃に、うん、すげえ雨が降りそうになってきたんですよ。ああ昨日ね。そうそうそう、うん、でなんかもう暗くなってきて、うん、でママは仕事行ってて俺もちょっと外にいて、うん、でママ仕事帰りに車に乗ってるらしくて、うん、で俺に LINE 来て、うん、長女が多分傘持ってってないと。ああ心配だな。で多分もう少したら駅着くんじゃないか、うん、最寄りのね、うん、うちの方の。でそうしたら降ってきたら傘多分ないから、うん、あの今ちょうど車で移動して帰ってきてるから仕事終わって、うん、で駅に拾いに行こうと思ってるんだっていう。そうそう、うん、で俺も駅のそばにいたから、うん、あじゃあ俺も行くかじゃあ一緒に駅に迎えに行こうかってなったんだけど、うん、あでもまだ今電車乗ってるのか、うん、でも二人と もう出てたからもう家帰っちゃってるかもしれないし、うん、と思って、まあ、娘に LINE をするわけですよ、うん、ね。で今パパとママ駅のそばにいて、うん、で雨降ってきそうだからで車だからママが、うん、駅まで迎えに行こうかって LINE したら、まあ、しばらくもう既読にもなんないわけですよ。うわ既読にもならないんですよ。であもう困ったのどうしようかなと思ってたらパッて既読になった、うん、あ既読になったと思って、うんうん、でなんて返事来るかなと思ったら、うん、初めて見た既読の木に家と書いて木家。ああもういます家にもう帰っていた。あそういうのあんの。じゃあ知らないよ、その時作ったのか、のかもうそれは当たり前なのか知らないけど木家二文字木家いや知らねえよ、なんで二文字のみね。そう意味はわかる、ね、普通はあもう家帰ってるから大丈夫よ、うん、とかじゃない、じゃなくて、うん、キエだけ。なるほど。父にもいいね押してくれ。てだから他人には押すんだよな。そう。他人には押すんだよね、はい。父にはなかなかいいね押してくれないのよ。一平の、負けよりマシと馬券見る。これは本当にそうなるよ。これはもう日本中のやつが。言ってる言ってる多分そうだと思いますよ、うんうんうん、まあいっぺんに比べりゃいやこんな負けは、うん、そうですよ比べてどうすんだって話なんですね。そことね違いすぎるだろうと、そうです、うん、もういいですね一平の、うん、あっさりです、でも固有名詞とか、まあ、大谷とかはまあいいにしても、うん、ちょっと一平とかは、うん、サラセン的にはどうなんだろう本当のああいうのいやまあ、まあ、あそこまで社会現象になったら、多分あるかなありだと思いますけどね、うん、まあ何しろ審査員役さんですからね。ああそうかそうか、うん、就活で、うん、俺のものだけ捨てる妻。ああもうほんとつらいこれぞサラセンね俺のは本当にどんどん捨てると、うん、就活だっつってこんな無就活でしょ。就活って俺だけなんじゃないの、っていう俺だけみたいなね、うん、実はそっかそっか実はそうなんじゃないの就活 しなきゃねえなんて言ってるけど言ってるけど、うん、俺だけなんじゃないの、うん、就活しこえしてんのはっていうああちょっとそういう含みを持たせてみたんですけど、どうしようなんかああこうもいいんじゃないですか就活、うん、これでもあのサンジャポの、うん、であの中尾さんのああ中尾さん、ね、亡くなった時にほら中尾さん就活をしてたみたいなた、ね、あったじゃない、うん、であの時のサンジャポの俺のカンペ見たら、うんうんまあ、よくあるの、あの、ミス、うん、ミス変換で、就職活動の就活、うん。ずっと就活をしていた中尾明さんって書いてあるね。元だからね。ええ。うん、まあ、もちろんそうなんで、元はそうなんだけど、うんうん、まあ、そういうのありましたよ。うん、就活ね、うん。終わりの活動ですね。そうそうそう、はい。うまいです、これ。走馬灯。うん。走馬灯。走馬灯。タイパいいねという息子。
これは、これはいい。これはうまいわ。ファスト映画的な。そう、ファスト映画的な。これ、走馬灯がね、死ぬ瞬間にバーって一瞬、走馬灯のようにってなるわ。なる。それはタイパイ。タイパいいねという息子と。もう今の子。今の子。ルブルいい。ファスト映画じゃないんだよ、もう。人生だぞと。お前の人生。タイパでどうすんだみたいな、ね。出すなと。そういうことでしょ。うまい。いいこれいい、これいい。明るい。タイパも流行語の一つだからね。そうですよ、うん、もちろん。これはすごい。うん、速さより、遅さが目立つ、リニアかな。それはもう、ほんとそう。ほんとにそう。速いんじゃなかったのかって、うん。いや、それは速度の問題で、みたいなね。何十年やってんだって。また伸びたろ、みたいなね。リニアがね。そうそうそう。いや、これもいい、ね。これ好きなんじゃないかなって。いや、俺好きですよ。これ俺好きです。小学校の頃から楽しみにしてたから。リニアモーターがね、未来はこうなる。そう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 、うん。全然できない。速さより、遅さが目立つ、リニアかな。いいね。皮肉ですよね。皮肉皮肉、うん。これどうかな。トランプで、勝って嬉しい大富豪。これは本当にそうだね。トランプ。だいぶわざとらしい感じになってますけど、トランプの大富豪ってねゲームがあるし、ね、トランプさんはね、うん、大富豪だから、うん、で今年アメリカのね、まあ格差もあってね、ね、うん、金持ち優遇あるんじゃないのみたいなこともありますし、ね、いろんな意味で厳しい言い方になりますよ、川柳だから、なんか言うてそれね、厳しいけどね、川柳はそういう、トランプで勝って嬉しい大富豪、うまい。俺の顔見るそろそろ勘弁してくれみたいな顔そんな、そんなことないですよ、全然。そんなことないですか、いや俺これ別にね、なんか、うん、皆さんが期待してるって言うから、いや期待してると思う、本当に。ご期待に沿いたいんですよ。いやいや、だから、いや、本当に今聞いてる人は、喜んでると思うよ。本当ですかね。うん。うん、なんなら、自分なりの対象とか考えてメモってるやつとかいると思う。だったら嬉しいですか。うん。これ、俺、ヤクミツルが反応するまでやり続けますから。ヤクさんが？え？ヤクさんが？ヤクさんが。うん。これはね、ちょっと。二号投げ、自分が消えた星ヒューマ。あ、わかったな。これはわかったけど。これは世代だな。そうね。あの、大リーグボール。大リーグボール二号っていうのは、これはあの消える魔球、ね。消える魔球なんですよ。消えるのよ。ね。うん、で、この二号がまた別のにかかっちゃってる。かかってます。まあ、ちょっとね、うん、シビアなお話ですけども、ですけど、まあ、先日ちょっとね、そうですお亡くなり、いやじゃねえ、あの、シビアすぎるだろ。シビアすぎんだよ、言ってることが。間違えました。お亡くなりになってない。ごめんなさい、間違えました。あの、古谷さんです。古谷さんが、ね、あの、星ヒューマの声やってましたね。そうそうそう、うん。で、ちょっと、2号というか、そのね、不倫みたいなんで、うん、結構世の中問題になっちゃって、ねうん、2号に、まあ要するに、うん、なんですかパワハラみたいな、ねはいはいはい、DVD みたいになって、ね、2号投げえお亡くなり間違いお亡くなり違いますよ本当にやめてください使えなくなりますからねそれじゃ本当に消えてじゃねえ消えちゃって本当ダメだよね本当ダメだよね、うん、それね、はい、自分が消えた星ヒューマですいやーこれはうまいねうんどうですいやこれいいこれいいいいですか、うん、うん。じゃあ。はい。あともう二つ。あと二つね。はい。セクハラを、うん、気にした末の我慢汁。急にドカーンと霜に来ましたね。かなり霜に来ましたね。セクハラを我慢して我慢汁っていうね。そうです。どんだけのやつ、そいつは。まあね、でも偉いでしょっていう我慢した証ですよ、まあ、このカウパーは、まあまあね、みたいな、いやまあね言われないよそんな、偉いでしょじゃないけどね偉いでしょじゃないですか、じゃあ最後、はい、この俺のキノコの山を舐めてみたいなお前ふざけんなお前ダメだろそんなもんなあもうちょっと工夫しろストレートじゃねえかそんなのそうですねえまあ、以上ということで。いやー、よかったよ。よかったですかね。ね、
五十肩も良かったし、うん、あとその後もなんだっけ、あの、二号。これも良かったね。代理人。二号投げ？自分が消えた星を。これも良かった、うん。それからね、メガネも良かったでしょ？メガネは税の一部です。うん、ね。から、ゴジラはマイナス。うん。ゴジラじゃマイナスよと。とね、うん。この辺。かなりいいですね。チンニーサゴジラじゃ、うん、次はマイナスよ。はい。ね、これもうまい、うん。いやもうちょっと選べないぐらいうまいね。五輪から脈々続く。これも的外れ。これもいい。うん。大阪万博ね。最初にどうですか。紙おむつ、うん、防げなかった記載漏れ。うん。うまい。え？すごいね。でもこれをさ、3日前に。そうだ、慌てて、あれ、慌ててワイドショー見てたら、うん、今年もサラセンの季節がやってる、うん、ああ、やべえと思って、うん。慌てて考えましたよ。ね、うん、今年のその大賞とかっていうのはすげえ、やっぱいいやつあった。なんだ、マスクを取ったら笑顔が分かってみたいな。人の川柳に対して雑だね。いいかな。ええ、あ、今ちょっと越崎くんが、うん、リストを持ってきてくれそうだよ。要するにマスクを2年ねあれが開けて、はい、コロナ明けの句ね、うん、コロナ明けの句です。どこに1位が、はい、増えるのは税と贅肉、減る贅沢、うん、税これがかけてるんですね。そうね、うん、贅肉と贅沢と税金の税ね、うん、なるほど、うん、これ見づらい2位、あ、これ物価高、見ざる買わざる店行かず、あ、見ざる買わざる見ざる言わざる聞かざるね、かけてマスクなし、あ、ここだ、お、大阪したの3位、マスクなし2年目社員の笑顔知る、あ、そうそうそう、ね、それね、まあ、でもほのぼのしてる、ほのぼのしてます感じはあるね、うんうん、ピリッとのもあると思いますけどね、うんうん、4位、50代給与も肩も上がらない、うん、あ、これ太田さんの、まあ、そうかもね。あれのパクリかもしれない。パクリじゃない。俺のが後だもん。俺パクってないけどね。その辺は。はい、ねえ、うん。5位、ペイペイを覚えた父の無駄遣い。うん、ああ、これね、ペイペイとかこういうので、面白くなっちゃってね。うん、使ってる気ないから。うんうん、ああ、いいね、やっぱね、うん。でも太田さんの方が全然いいです。あ、そうですか。マジで。あ、毒がある。ちょっとやっぱりね、うん、社会派と呼ばれてますんで。そうそう、パンチが効いてる。うん、パンチがやっぱり効きますか、うん、そう、もう国とかね、そういうところにも結構思いっきりずしりと、うん。言ってる感じが。あれ方が伝わなかったら、貯蓄から投資したのはコロナ株。うん。これ伝えづらいですかね。これ、ごめんなさい。ちょっと俺にはね。うん。うん、その、だから、コロナ株をどういうふうに捉えるのかみたいなのとかも、ちょっと一瞬思っちゃったんですよ。うん。うん。うんうん、まあまあまあ。全体としてはかなり良かった。そう、緊張しすぎなんじゃないの、聞く体勢がさ、もうちょっとフラットに聞いてもらいたいって思いますよ、はい、フラットフラットで、ね、感じ、芝生の上みたいな感じで聞いてるよって感じでやってもらいたいです ね、はい、ということで、それではそろそろ参りましょう。火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。改めまして、こんばんは、爆笑問題田中裕二です。太田です。今日の東京は晴れのち曇りで、日中は25度でした。明日からも雨は降らずに27度前後の日が続くようです。もう梅雨入りが多分もう時期でしょうからね、例年だとね。え、あ、なんかおぎやはぎ聞いてたら、やはぎが結構毎年梅雨入りを当ててるだみたいな、あ、そうなん、なんか言ってて、それでなんか木曜日じゃん、メガネビーキ、うん、で俺でも週一だから不利なんだよつって、あ、これもし毎日帯やってたら俺が当てれるんだけど、うん、この間の木曜日だと、うん、まだ早い。だけど、一週間後の木曜日になっちゃうと、もしかしたらもう入ってる可能性があるから、かね、うん、俺は不利だと。うん、だから、もし、うん、ここだっていう思う日があったら、うん、ジャンクの別の曜日だろうが、俺は電話をするんだみたいなことは、ヤギ来た。あ、そうなんだ。うん。
まあ、こっちは梅雨明けですからね。こっちは梅雨明けね。うん、まあ、録音なんでね、電話ね、うん、かけて来られてもあれですけれども、うちの呼びはね。そうだ、言ってた言ってた。そうです。ね。はい。まあ、それまではまだ、今のとこは晴れで、27度暑い、ね、夏日の日が続きそうです。今日も紹介したハガキメールの方には、オリジナルステッカー、特に印象に残った1名の方には、番組特製のクライファイルを差し上げます。TBS ラジオ今週の推薦曲、郷ひろみ。29日の試合で今シーズン第1号ホームランを打って思っちゃった、うん、ホームランを打った時のパフォーマンス、ソフトバンクの山川選手のドスコイ的なやつを、もし太田光選手もやるとしたら、それはホームインした後中継のカメラに向かってプシッとやってから客席に向かって助けてからと叫ぶというパフォーマンスしかありえないと思う。いやいや、ね、ぜひやってほしいね。やってくれたんですよ。せやろがい、ってことですけど。やんない方がいいと思いますよ。助けてくれはね。でもプシューとかね、ラミレスとか昔よくやってたからね。ラミちゃんね。ラミちゃん。必ず、そのね、流行ってる。流行ってる、そう、ゲッツとかね。やってくれたからね、あれもね。俺のそこまで流行ってないからな。ラミちゃんが取り上げるまで、ね。ね、まあね、確かにゲッツほどはね。うん。ゲッツなんか全然かなわないですよ、それって、うん。誰もやってないでしょ、だって。いや、まあ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 。どういうつもりなの？いや、誰に何が起こってんだよ。世の中。世の中じゃないでしょ。どういうつもりなの？しょうがないでしょ、それ。ラジオネーム、ひろだつの。山本ジョージが。うん、7月24日にリリースするデビュー50周年記念シングルのボーナストラックとして、うん、吉幾三が作詞作曲した楽曲、うん、言論の自由が収録される、面白い、これ聞いてみたいな、ね、というニュースで思っちゃった、うん、吉幾三って井上陽水にあなたねテレビもないラジオもないって言ってますけどね、傘あるんでしょそれで十分じゃないですかと言われたことがあると思う。傘がないね、井上陽水のね歌あるけど、傘あるんでしょ、傘あるんでしょ、私ね傘がないんですよ行かなくちゃいけないんですよつって君に会いにね、うん、行かなくちゃ、ラジオネーム小福亭グルーチョ、うん、太田さん、田中は玉を取りに行くで本屋大賞を狙ってる人。変化取りに行くんだって言うんじゃないよ。こんばんは。今週の竹澤砂鉄のプレキンナイトに太田さんがゲスト出演すると聞いて思っちゃった。そうなの？そう、呼んでいただいてね。うんうん、まあ本のこととか多分話すんじゃないかな。はい。お二人のトークでは、社会や芸能などのお話をたくさん聞けることを楽しみにしているが、うん、カーボーイリスナーにとってお二人に一番話してほしいトークテーマは、うん、TBS のトイレチンケ事件の真相だと思う。確かに。あった、もう何年か前になっちゃうね。これだから、砂鉄さんも目撃したんです。目撃したんだよね。でももう最近ないんです。全然ないです。本当に。うん。だからやっぱあの時すごいよね。何者だったんですかね。ね。もう消えたんでしょ、多分 TBS 界隈からは多分。そうだね。で、文化放送に一回あったんですよね。文化放送にあった、ね。そうなんですよ。これはちょっと謎、迷宮入りしちゃいました。迷宮入りだね。うん。もうチンゲなくなったんだろうな、もうな。いや、だってまた生えてくるでしょ、それ。ああ、そっか、そんな。ねえ。うん、そんな。あ、永久脱毛ですか。いやいや、永久脱毛はしないし、別に。なんでわかんない。いや、わからねえけど。うん、ねえ、あれが、誰かが、恋にやってたとしたらね、うん、いや恋としか思えないですよ、あの量はね、うん、平成ラジオバラエティネーム福山の立ち広し、これは横山のところにね、うんうん、いつも食ってる商店に、うん、山田雅人さんが出ているのを見て思っちゃった、先週ね日曜日、うん、あの語りやったんですよ、やったんだ長嶋茂雄も、はい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 、うん、今日もだ ABC 散々三沢さんとかね、うんうん、それが数字が相当良かったらしい。14点いくつとった。焦点ですね。相当すごいよ。ね。うん。でも大感動だ、大感動した。先週さ、ドキドキ聞いてたらさ、オープニングでさ、うんうん、山田雅人がさ、昔になんか、ABC だか、朝日でしょ、うん、あれ ABC って。うん、ね、うんうん。で、テレビの方、何十年前に、うんうん、自分がその、
おはよう朝日ですかな、うん、宮沢さんと一緒にやってた、うんうん、それに抜擢されたってことが、うん、もう当時は大変なニュースになったと、ミオ、うんうん、ちゃんあれ読売新聞の一面載ったんやでって言ったんね。で宮沢さんに、うん、一面はないわと、一面はないわっつって、ああああいやほんまやってわし嘘つかんだよほんまつって、で俺も最初聞いてて、ああ一面はさすがに芸能ニュース載んねえだろうなって思ったんだけど、ああまた山田雅人とかさ、ああちょっと切れ気味になっちゃってさ、あ、それやったらもう なかったらもう調べてやもうそれなかったら芸人やめるわわしとか言い出しそれで宮沢さんまあ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 そうやんなまああったかもしれんななんつってごにゃごにゃやってたけどさ何喧嘩してんだよこいつ朝からお前くだらねえ話で喧嘩してんなと思ってあの後どうなったのかなってちょっと気になってたんだけどね一面はねえよなんないやいやだからそれがすごいさすごいもう証拠もあるとかなんか言ってたんですもし山田雅人さんが座布団運びの山田くんだったら、うん、座布団を持ってくるたびに今のはここが素晴らしかった、うん、とか、うんこのボケはこういう背景があるとか言っていちいち講釈を言ってめんどくさがれると思うあるかもしれないね今日言ってたけどやっぱり相当感動したらしいあの、うん、今ほら翔太が司会でしょ、はいはいはい、翔太って言っちゃ悪いけどああまああんなの翔太ごときあんなのごときとか言うのチャッピーとかしかできないの粗品かお前は本当におめえはよ先輩の粗品お前口悪い、ねあいつは白山超えたな、あいつは。悪いな、あいつは。本当に。怖いもの知らずもいいとこだよね。何なんだろうね。何だろうね、あれ。いいね。すごい、いや、面白い。面白い、あいつはね。本当面白い。なんでそんなひどいこと言うんだろう。こっちが心配になっちゃうな、あいつ。で、それでね、翔太さんと、高田小学校でずっと、そっかそっか。一緒だったわけよ。なるほどね。山田さんはさ、はいはい、それで要はその、うん、語りを始めたのも、うん、高田先生にお前これやれって言われて、うんうんうん、翔太さんに高田先生が、うん、その山田雅人の、うん、要するに語りをやる場所を、うん、イベントを作れって、うんうん、いきなり翔太さんに言われて翔太さんがそういう用会場も全部押さえて用意して、はいはいはい、そっから始まったからそうかそうかだからその翔太さんが、うん司会で山田雅人さんの語りですどうぞって言ったのが、ね、もうジンとしたらしい。いやあ、そりゃそうだね。うん。ああ、すごいね。そのこと自体がもう語りだ。高田文夫先生が、ね。そう、先生がやってる、そういうことだよ。ああ、すげえな。すごいよ。ラジオネーム、新生方形報告保機局。うん。新生方形報告保機局。なんで言えねえんだろう、これ。新生方形報告保機局。太田さん KFC は健直子フライドチキンの略だと思ってる人なんでチキンにしちゃうんだっけ直子さんはさこんばんは、はい、アニメクレヨンしんちゃんでしんのすけの父のひろしの兄であるセマ氏が結婚するエピソードが放送されていて思っちゃった、うんもしクレヨンしんちゃんの実写版が制作され、しんのすけ役をえなりかずき、うん、母のミサエ役を泉ピン子が務めたら、しんのすけお決まりのお尻を出す芸をしたとき、尻が発疹だらけで、発疹だらけで、あまり笑えない空気になってしまうと思う。そのキャスティング、誰がしたんだって。大人だよ、えなり。まずえなりくんはもう大人だからね。大人のケツだよ、もちろん。普通に。面白いな。宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボイメールは爆笑アットマーク tbs.co.jp 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。火曜ジャンク爆笑問題カーボイ。どうも金魚番長の古市雄介です。箕輪智之です。毎週金曜24時半頃から僕らの冠ラジオ金魚番長のデメキングを放送しています。
古市は歯磨きをしていないので僕にとっては地獄の30分です。そういう身のはもう歯がありえないところから生えています。古市は滑舌が悪すぎて何言ってるか聞き取れません。身のは基本人に失礼なことしか言いません。古市は喋るたびに唾が飛びすぎています。身のは多分良くないことを言うので黙ってた方がいいです。古市は不快なので黙っていた方がいいです。はい、はい、もう僕たちはラジオで黙ります。そんな口周りおしまいコンビがお届けする金魚番長のデメキング、ぜひお聞きください。誰が聞くのそれ。聞いてねー。はい、もしもし。おお、出た出た、生きてるか。最近大学にさ全然顔見せてへんやん。別にどうもないで。え、今家おるん？何、どうしてん？ちょ、聞いて聞いて。こないださゴキブリ無縁だって初めてやってさ。何の話？いや、あれさマジで結果出てやばいで、プシュッてやるやん。ほんでしばらくしたらゴキブリがわらわらわらでビクビクビクでバタバタバタやで、もう感動すんで。へえ。それでお前んとこもやったりたいなぁ思って。え、お前んとこは絶対俺とこ以上の結果が出る。いらんわ。いや、お前のその汚い部屋でさ一緒に結果出そうぜ。いらんて。お前のことが心配やねんと照れくさくて言えないときはゴキブリムエンダーを言い訳に。わかった、じゃあいつ来んねん。今や。来とんのかい。煙じゃないのに煙の効き目、緊張ゴキブリムエンダーは使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。火曜じゃん、爆笑問題カーボーイ。さあ続いては飛び出せバウンディ君。はい、ライブの MC で観客を煽りまくるバウンディのように日常の中に突然出てきていろんな人を煽りまくっているバウンディ君を募集しております。ラジオネームハッピーや、うん、客、店員さん生チュー一つ。バウンディ、お待たせしました。生ビール大ジョッキです。客、いや生チュー頼んだんだけど。バウンディ、間違えた。でもよ、どうせすぐ飲み干して生中おかわりとか言うんだろ。だったら最初からこの大ジョッキでいいんじゃねえのか。何決めて、まさか飲めねえわけねえよな。ひどいなこいつ。客、客、なんだお前。そりゃそう、そりゃ名前聞いやがってお前。そりゃそう、お客様は神様だろ。バウンディ、神様ならこれぐらい笑って許せよ。もう最悪だよ。どっちもバウンディ、どっちもダメじゃん。どっちもバダメだよこれ。なんで働いてんの、ね、ビアホール居酒屋でバイトしてんの。区役所の壁に祝全国制覇と垂れ幕が出た熊切あさみ激推しネーム、小栗旬辻太郎。どういうことだろうこれ、ね、どういうことなんだよ。もう全然わかんないよ。わかんないんだよこいつのいつも。ボーリング場ですね。よーし、ストライク取るぞ。生意気だよな。なんでだよ。なんでな、何ですかいきなり。いいでしょう、ストライク狙ったって。ちげえよ、レーンにある空気が出るところ、生意気に使うなって言ってんだよ。大したスコアでもねえよな。ただの遊びでそんなに指から汗出ねえよな。ボールが来たらさっさと投げるんだよ。俺のスコア見てみろよ。え、 280? バウンディ君知ってたのよ。バウンディ、バウンディ君すごいですね。よく見ろよ、俺のレーンガターなしのやつだよ。子供がやるやつだ、子供がやるやつ。いや自慢すんじゃねえよ。あれなんだろう、あのボーリングのあの、確かにあれね、あれ必要、あれでもやっちゃうんだよね。やってみたら子供の頃からの癖で、あれ嬉しいんだよな。あれ何のためあるの。いや乾かすためです。
指を乾かす、汗を乾かす、うん、汗が多い人もいるし、そうかそうかね、うん、でもやっぱやる、でもボーリング場だけだよね、あんなのがある、うんうん、ボーリング別にさ、うん、まあ みんなほらプロ野球とか老人、うん、ロジンバックとかねでやってるからなのかもしれないけど、うんうんうん、他のスポーツでもああいうことがあってもいいけど、あんまり知らないよね、そうね、うん、ボーリング場しかあれ無理だしね、ルーティンになってるもんね、ルーティンになってるあれね、うん、あれがなんか一つのこう、そうそうそう、一つなんかあれをやると、うん、だバッターボックス入るときにこうバットをこう振ってみたりとかさ、ああいう感じだよね、うん、で雑巾大谷の肘を気にする五十肩優勝優勝優勝です、優勝だからあれ結構最初子供の頃ちょっと嬉しかったもんね、そう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 、あれやったね、来てる来てるみたいな、風が来るみたいな、やけにこう吹いちゃったりもして、そう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 、でもあれ確かにね、油がねベローってつくの結構あるよね、その霊の油がね、霊の油がね、うん、そうあれを吹いてるんですよね、あれね、あそういうことですか、あれは、そうですよ、うん、初めて送ってみましたネーム、ポポンチュ、ポポンチュ、うん、ポパンチュウサギみたいな、ザ・ボンチの漫才を見に来たバウンディ、うんうん、マサト師匠、どうもマサトです、おさむ師匠、おおおおおバウンディ、うん、なんだおいおさむ師匠、おおおおさバウンディ、なんだ名前忘れちまったのか。おお、おおさ、おおさ、おおさ、頑張って思い出せ。客席から応援してやるからよ。早く思い出して、今まで出したことのないぐらいの大声で名前を叫んでみろよ。おお、おおさ。おさ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 バーバーバーバウンバウンバウンおさ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 みおさおさおさバウンバウンってこいつこっちもつらいバウンバウンバーンバーンおーさむちゃんでーすバンディーちゃんでーすマサト師匠なんでやねんお前らいいねこれ何釣られてんの、釣られてよくわかんないんだよねえバンディザボンチの漫才を見に行ってんのにってんのそこわからんねん名前忘れたのかそんなわけねえじゃねえ力入っちゃった変だよもうこれ、ラジオネームハッピーや服屋の店員そのシャツとってもお似合いですよはあなことはわかってるよなりきたりなコメントじゃなくてもっと専門的な視点からの鋭い意見が欲しいんだよドンコニシのファッションチェックぐらい気合い入れてやってみろドンコニシ基準店員そのシャツもうちょっと派手な色を選んでもいいんじゃないかしらシャツが無地だから花柄のスカーフとかで遊び心を足してあげるとかあげるとグーかもあとあなたそのジーンズパンツサイズ合ってないわよブカブカじゃないのもう2サイズぐらいダウンすべきじゃないかしらなんでいきなりタメ口なんだよわかんないねどんこにしちゃってピーコになってピーコになっちゃってどうするえ毎回ペッティングってね理屈じゃないのと言われる林修激推し今でしょここでしょとか言ったのかなこう来たらここでしょみたいな理屈じゃない理屈じゃないのよ林先生ペッティングって
小栗旬筋太郎。夕方のニュース番組の特集。ナレーション。牛の花子がついに出産しました。急だよな。ナレーション。はい。いや、どういうこと。答えちゃった。答えてっておかしいだろそれ。飯の時間帯に突然牛の出産ドキュメントは焦るって言ってんだよ。割と映像えぐいよな。出てきた瞬間の子牛見ながら飯食えねえよな。なんでこれが OK で下のおっぱい映すのは NG なんだよ。説明してみろよ。アナウンサー。続いては中国でマンホールが爆発しました。ニュースは全部これでいいよな。なんでだよ。多いけどね、外国の、特に中国のなんか衝撃的な映像とか。はい、宛先です。郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp まで。飛び出せバウンディ君の係までお待ちしております。火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。空気階段の水川かたまりです。空気階段第7回単独公演光、現在全国ツアー開催中です。え、何これ、これコント。これコントです。あ、コント。はい、コントやります。これって無料ですか。無料じゃないです。税込み6500円です。無料じゃねえのかよ。7月20日土曜日、千秋楽公演の配信チケットも販売中です。あ、配信っていうのはもう好きな時に見れるの。好きな時にネットで見れます。あ、ネットで見れるんだ。はい。あ、じゃあこれ無料。無料じゃないです。無料じゃねえのかよ。税込み2500円です。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。火曜じゃん、爆笑問題カーボーイ。さあ続いてはウーパンゲーム。はい、突如誕生したウーパンゲームのようにすぐできる新しいミニゲームを募集しております。ラジオネーム小福亭グルーチョ。ヤスコとヤスコゲーム。はい、これは二人で同時にヤスコを演じ、ヤスコがヤスコの楽屋に挨拶に行くという、シュールな設定で会話するゲームです。はい、ヤスコとヤスコは初対面なので、互いに何に対しても気を使いまくってください。はい、よりヤスコっぽさが出ていた方の勝ちです。はい、判定はスタッフの挙手制でお願いします。はい、そうですね。だからヤスコ、どっちもヤスコですね。で、楽屋挨拶。楽屋挨拶。じゃあ、どっちが。じゃあ、俺のヤスコの楽屋に挨拶に来てください。ヤスコです。はい、すいません。どうも失礼します。はい、どうも、初めまして。ヤスコです。初めまして。どうも、お座りください。いや、もう、疲れますから。わざわざ。いや、こっちが。すいません。もう、わざわざ、いいですよ。こっち向かないでください。あんたもこっち向かないで。ここ向いててください。大変ですから。体がお疲れじゃないですか。はい、はい、ちょっと待ってくださいよ。本当にいつもお世話になっております。こちらもそうお世話になってますよ。初対面なんで、初めてなんでこういう経験、なんかいろいろと、私もこの楽屋にすいません。失礼なことがあると思います。まだまだ楽屋に挨拶に来てもらってすいません。本当にこちらから行きますから。いや、とてもございません。絶対にゃん。そこでは止めていきたいから。こちらから行きますね。こちらから行きます。いや、そんなこと言わないでください。どうか黙ってください。黙ってください。黙ってください。私が挨拶をじゃいい。最初からまだやって終わりたいので黙ってください。いいよ、しおれっつってんだよ。やろう。これは大変だ。これは大変だよ。もう。で、これは挙手ですね。うん、はい、太田さんの方が安子っぽかったと思う人手を挙げてください。1、2、3人。割れました。田中の方だと思う人手を挙げてください。1、2、3、4、5。ああ、向井さん勝った。そうか。勝った。なんで勝てたんだろう。違うから。どっちも同じぐらいの感じだったよね。あれしかやりようがない。しないでもないですね。ね、ラジオネーム、ヒーポリポリ。太田さん、田中さん、こんばんは。はい。井上直也ゲームです。はい。井上直也を KO できそうな架空の対戦相手の名前を言い合うゲームです。はい。
井上尚弥に勝てそうな名前を言った方が勝ちです。うん、赤コーナー井上尚弥の後に、うん、青コーナー丸丸丸丸というような感じで言い合ってください。ちなみに強すぎる井上尚弥を見て誰だったら勝てるかと娘が考えて作ったゲームで。あ、そうなの？そのヒーポリポリの娘さんが誰だったら勝てるだろうと。すごいね。だから対戦相手の名前は架空なんでしょ。架空ってことかな。架空、そうだよね。実在する人だと、でも架空も難しいよね。なんとなく名前の響きとか、響きとかそういうことですか。うんうん、じゃあなんか強そうなボクサーっぽい、はい、そういうことね。じゃあじゃんけんで勝った方から言う。はい、そうです、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。大津さんが勝ちました。赤コーナー、世界ダブルベルの統一チャンピオン井上直也。むかつくわ、顔がむかつく。そんな顔してるわ。青コーナー挑戦者井上ジュン。絶対負けるよ。ジュンだろ、井上ジュンでしょ、うん、いや絶対勝てない、井上尚弥には勝てない、これそっか、赤コーナーも全部自分で言うのね。そうそうそう、赤コーナー世界ダブルレンドルって統一チャンピオン井上なおやあ、こういう顔なるね。確かに太田さんみたいな顔だ。青コーナー挑戦者パンツェスタドラリオパンチェスタドラリオ強そうじゃん。井上順よりか絶対強いよ。そうか、はい、これは一回ずつでいいの？もういいの？もう大丈夫だ。もう一回ぐらい。らいいあーかっこいいな。世界アンドドリフルレア統一チャンピオン井上直也。その顔だ。必ずその顔になる。青コーナー挑戦者鬼地獄ドンゲリスバンデリンブラジラーナ。長えな、名前が複雑で覚えらんねえ。二世、二世か。鬼殺しよくわかります。もう忘れました。鬼地獄、鬼地獄。浜かんだよ、ほんとに。赤コーナー世界 WBC チャンピオン井上尚弥。続きまして青コーナー挑戦者世界ダブルベテランチャンピオン星プレデター。確かに強そうだ。星プレデター、星プレデター強い。あー、なるほどな、うん、これは勝敗はどうやって決めるんだっけ。勝敗 は別にないか。まあそうだね、うん、言い合ってくださいっていうだけの。言い合ったな。そうなんですね、めちゃめちゃ言い合った、はい、そういうことです、はい、以上ですか。はいはい、はい、宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 ウーパンゲームの係までお待ちしております。スキマスイッチ初のトリビュートアルバム、みんなのスキマスイッチからウルで奏で。続いてラジオネーム永田町三丁目、うん、太田、この前通販で商品買ったんだけどさ、南米の密林から届いたんだね。田中、ちょっと待って、何買ったか当てるから。アマゾンね、アマゾン、うん、
そこをボケたんだね、うん、太田なんだだ俺とお前の会話ですよ、ね、ラジオネームヨタガラス、久々じゃないかヨタガラスね。スイカゲームって流行ってるらしいじゃん、あれやろうよ。じゃあスイカって10回言っていつも思うんだけど、それ5回じゃダメ？これはいいですね。これ今日強ザメというか、強ザメというかね。ラジオネーム世界百秋、はじめまして、上から読んでも下から読んでも太田光です。初対面じゃねえだろそこじゃねえなこれもいいボケだ ね、 ねえ、ラジオでもハッケよリコッタどういうことなんだ、リコッタチーズとかあるけど、えリコッタチーズとかあるけどね、リコッタチーズ、ハッケよリコッタ、リコッタってなんだろうと思って、リコッタチーズ、リコッタチーズってあるっていうのがあるんです、うん、チーズで、チーズの種類、うん、ああそういうのあるね。この前和田アキ子さんのコンサート見に行って感動しちゃったよ。アッコさんステージ上から客席の全員と握手してたからね。さすがに2階席の客と握手するときはつま先立ちしてたけど、客の腕が異常に長い可能性もあるよね。すごい。これもボケだね。ボケだね。正解ツッコミが書いてあります。はい、そんなにでかくないよ。正解わかってるよ。わかってるわ。一応近くな正解を。嘘泣き旋風客、嘘泣き旋風客、うん、僕の分析によりますと、僕の分析によりますと、来年の2月4日巨大な隕石が500個地球に衝突するんです。あ、これキョンキョンの誕生日ですねまあまあそう思ったけどね、聞きながらね、うん、2月4日キョンキョンの誕生日って思ったけど、まあ俺ありがちだよ、ありがちだ ね、うまい、そう、うん、うん、思ったやっぱり、思った思った、ああそうなんだ。ラジオネームストレンジラブ、ルーク、私はお前の東京のお父さんだお前シューシュー鼻息うるせえよ面白いな、東京のお父さん、山田雅人じゃね宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp まで、出ました、京ザメツッコミの係までお待ちしております。火曜ジャンク爆笑問題カーボーイを皆さんに考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。ラジオネーム初恋の人が変わってしまった、うん、こんばんは、37歳女、うん、田中裕二です、はい、裏若き日々のことである、うん、中学生だった、中学生ってお前若すぎるだろ、裏若きって裏若き中学生だった私は内申症のために優等生を演じていた、うん、いや演じていたというよりは反抗的な態度を取るよりもいい子でいる方が楽だったのだ、うんうん、単純なことだ、なんかすごいね、文学的な感じね。ただここで私のことを楽な道に逃げた人間とは思わないでほしい、うん、優等生をしていると面倒なこともあり、私は担任に生徒会役員に推薦されてしまったの、あー、ありそう、うん、本当は放送委員をやりたかったんだが、うん、先生に嫌われたくなかった私は泣く泣く生徒会役員になった、うん、しかし我が校には生徒会と他の一つの委員会とが組んでイベントを行うという伝統があり、うん、私が役員になってしばらくすると放送委員と組む機会が訪れた、うん、はいはいはい、たかが中学という集合体の中の、うん、生徒会という小さな結合体の話を、結合体集合体とか、何をたらたら語り始めたのかと思われるかもしれないが、うん、
心の底から本当に放送委員をやりたかった私にとってはまさに生徒会と放送委員の夢のコラボレーションといった具合だ、うん、そしてなんだかんだあり、うん、なんだかんだは略すのね、はい、ついに夢コラの日がやってきた夢コラ、うん、お昼休みに生放送番組をお届けするというありがちな企画だったが、はい、普段の放送委員はただクラシックを流しているだけだったので、うんうんうん、今回は生徒会が全校生徒に曲のリクエストを募ったりと、うんうん、それなりに努力を重ねて本番を迎えた、はい、するとである。ほう。放送室で準備しているとお嬢様美大を出ているが暴走族上がりと噂の若い美術教師何なんだよ入ってきて、うん、暴走族的な口調で、うん、リクエストって先生もしてもいいんだろリクエストって、うん、先生もしてもいいんだろ、うん、と言いながら、うん、X ジャパンの紅の CD を差し出してきた、うん、リクエストは生徒にしか募っていなかったが、うん、我々はその物言いにとても圧を感じ、うんうん、暴走族には逆らえないので暴走族だろ本当に生徒たちからたくさん集まっていたリクエストを差し置いて、うん、紅を流した、はい、すると部活のない日でも一日中ユニフォームを着ていることでおなじみの野球部顧問のおっさんがこんな激しい曲お昼にふさわしくない今すぐ止めろこれ生徒会の仕業かと怒鳴り込んできた。はぁなんだよどいつもこいつもよおい暴走族もう暴走族に決めちゃう。夢コラの邪魔すんじゃねえよ可愛いね夢コラ。お前なんでそんなに紅を流したいんだよ本当だよ。そもそもお前暴走族上がりの美術教師って何の漫画なんだよ全くよお前そのキャラ滑ってっかんな次に一日中ユニフォーム男何にも知らないで生徒会の仕業だと決めつけるんじゃない。これは暴走族の仕業だそれとお前もその一日中ユニフォームキャラ滑ってっかんなその後暴走族とユニフォーム男が紅はいい曲だだのそういう問題じゃないだのと小競り合いを展開そこは始まったんだそれグダグダのまま、ね、夢コラは終わった。うわー紅だーじゃねえよ田中さんこれってムカつきますよ超ムカつくよひどい。まあでも先生もかなりね乗り気というかそうだよ ね, ねかけてほしいって先生が来るよね。いやなかなかそのただねもうちょっと古いですよねそういうユニフォーム教師って体育顧問はね古いね古すぎるね昔の話だよね。紅をかけるなっつうのはねだからね紅だからまあめちゃめちゃもう俺らが子供の頃ではないから で,、ねうん、でしかもそれこそ高校野球とか野球部でしょそうだよ甲子園で今紅やってんのか応援で応援で、うん、定番の曲としてあるぐらいだからねダメだねおダメ残念だ放送ね放送委員会ねどうですか、うん、元放送部としてはねやっぱりねそれはまあそう、ね、こういう時盛り上がるわけでしょ一番ねお昼いや盛り上がると思いますよ、うん、あの学校で自分たちが好きな流行歌みたいのをかけられるってだけで嬉しいな、ね、やってたもんねお前ね俺は高校だからね、うんうん、高校ならまあまあまだいいんだけど中学なんてやっぱあんまそういうのない、うん、松田聖子青い珊瑚礁先週の1位から2ランクダウンどうしちゃったんでしょうねっつって自分お前が決めたんだろっていう話をやってましたね、うん、それはうちゃが大放送だからねあ違う、また違う高校の昼の放送もやったけど、ね、それはあのうちゃが大放送とかではなくではなく、ねうん、でも曲とかかけてましたよ、うん、そうだよね、うん、ちょうどジョン・レノンがあの亡くなったあダブルファンタジー直前にダブルファンタジーを出たんですよそうそうそう出して、うん、でそれをかけたりもしてましたからね当時ああ追悼の追悼じゃなくて亡くなる前です亡くなる前にね知らずにあそうかニューアルバムってことで、うん、ラジオネーム豚に真珠、うん、40歳女田中裕二です。はい
以前のおこりんぼで採用していただいてありがとうございます。はい、これ以前営業所でね、うん、誰にもかなわないおばさんの話あったでしょ、うんうん、はいはいはい、覚えてます？どんなんだっけ。要するに誰も文句が言えないおばさんがいて、うんうん、サボりに行くんだよね。あ、はいはい、サボる話ね、うん、お前だからそこにさ書いとけって前から言ってるよね。なんで書いてないの。いやごめんなさいじゃ済まないよ。いつからか、先週読むはずだったんですけど、ちょっと先週読むはずだっても書いてないよね。前の週だったからちょっと覚えてるかなと思って、あ、先週読む、だから覚えてるかどうか分かんないけど全部書けって言ったよね。すいません、すいませんじゃ済まない。怒りんぼ太田光、怒りんぼ太田光になって、ね、これ秋葉のミスです。これはだからまあ、はい、要するに営業所で、うん、そのおばちゃんが、うん、途中いなくなって、いなくなってね。でなんでね、うん、そんなに叶わないのこの人に、うん、っていうのを俺たちが、うんうんね、教えてくれよって言ったんです。うんうんうん、はい、おばはんが県内の営業所で一番の有名人であり、支店長すらも最も恐れられていたという理由は何なのか、うん、はいはいはい、太田さんと田中さんに気にかけてもらったのでメールさせていただきました、うん、はい、わざわざね、うん、その理由はおばはんが営業所にいる人たちの罪を次々に暴いていき、それがたとえ仲のいい同僚でも上司でも関係なく上に報告し裁いていくというアンチヒーローだったからです。なんだそれ。そんな人いるの。すごいですよね。私からすると、うん、はぁー、おばあんも仕事中毎日1、2時間姿をくらまして、その間何してるのかわからない一番のアンチヒーローのくせに他人のことをよく言えたなぁと思うのですが、うん、はい、そんなおばあんは事務員だけど接客面での営業成績が素晴らしくて、うん、お笑いのセンスもあるという、ほうほうほう、私にとっては勉強になることもありました。うん。でも毎日毎日、はぁふざけんなと思うことの連続でしたが、うん、一本のジュースと笑いのツボ、そして友好的な関係を築くことで自分を守り、やり過ごしていたんです。はぁ、こんな人がいるんですよ。ね、無敵ですよね、この人。無敵だね。私はおばはんにどこかで愚痴ったおばはんの陰口を暴かれてしまいました、うん、前回のメールはそういうことでしたね、はい、田中さんには思い当たる罪などないと思いますが、うん、田中さんがもしもおばはんに罪を暴かれたら、うん、ムカつきますか。いやいや違う、いやそれはもしね暴かれたらまあムカつくだろうね、それでなんか自分はね、ねすげえ無敵になった。誰彼構わず暴いて、裁いて。すごいよね。すごい。ガーシーみたいな。暴露系ですよ。暴露系ですよね。暴露系おばさんですよ、はい。では続いてのコーナーいきましょう。CD 田中。はい、CD の歌詞の一部分に田中義前、この番組の喋ったセリフを無理やりくっつけて作品を作った。なんで言えないんだよ。田中が以前が言えない。田中が以前、この番組で喋ったセリフを、うん、無理やりくっつけて作品を作ってもらっております。ラジオネーム青い三角フラスコ、うん、宇宙戦艦ヤマト佐々木伊佐、はい、それと5月28日2時53分頃の田中です。あーはーほほほー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 うーわ邪魔すんなよお前入ってきていいもんじゃないんだよお前が気軽にそうやって鼻歌歌ってるわけじゃないんだからちゃんとやってんのテープ入りで本当に失礼なやつだねお前ね無神経だよねこんなちゃんと歌ってる人みたいですね。名曲よ、名曲ですよ、ね、そうです。これまた舞台やんだよね、千と千尋はね。あ、そうね、うん、またキャストがキャストは川谷拓三じゃねえけど川谷拓三殿間に続いて川栄ちゃん、あ、かわえちゃんなんですよ。はいはいはい、はい。かわえちゃんが、ね、あの子もね、名女優になったね。すごいね。ね、うん、ラジオネーム、ストレンジラブ。悪魔を憐れむ歌、ローリングストーンズですね。うん、それと5月28日、2時43分頃の田中。
にでも入るなよお前は。おかしいだろ。何にでも入るなよ。ストーンズよ。国内国外構わずさ、お前さ。どこでも顔出すなお前は。どういう入り方なんだよ。ラジオネームどうにもならんよ。猟奇的なキスを私にして、ゲスの極み乙女、うん、それと4回入ります。4回。5月28日2時28分頃の田中。それやっぱ僕のもの。せーの、僕。せーの、私。それやっぱ僕のもの。せーの、僕。合ってるけど。ちょっと待って。ごめん、くしゃみくしゃみ。いやいや、考えてんのなんでよ、わかんなかったの最後。私だよね。なんでそこまで合ってんのに。どういうことなんだ。繰り返してたけど。僕のものって言ってんだから。当たり前なんだ、あ、当たるのは。せーのじゃねえ。せーのじゃねえんだよ。聞いてんだから。なんだこのゲーム。何のゲームなんだよ、もう。面白い、これ。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボイ。メールアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP。 住所氏名も忘れなく。怒りんぼ田中裕二。そしてどの曲のどの部分にいつのどなたのかのセリフをくっつけてるかを書いて送ってください。ちょっと読んでますけど全然読んでてなかった。普通にはいつのどの田中のセリフをくっつけてるかを書いて送ってください。 CD 田中のコーナーまでなんでけっていうのよ。おはぎメールお待ちしております。シベリアンハスキーで You。 さあ今週のショーの発表です。今日は飛び出せバウンディ君からですね、はい、初めて送ってみましたネーム、うん、ポポンチュ、うん、ザ・ボンチュのおさなし長のですね、はい、客席のバウンディ君との大声の応酬をマサト師匠は冷静にご覧になっていましたと高橋さん表ですね。ね、いかにももう、高橋さんが好きなあの、エディ・マフィーと坂井正明のあの、おうしゅうの、町明のおうしゅうの。あれですよ、まさにね。あんな感じが。もうあんな感じ。彷彿としましたね。ね、はい、うん。これ番組特製クリアファイルを差し上げます。では、最後のコーナー行きましょう。カーボーイ大穴予想でーす。はい、今週のカーボーイの放送の中で、おこりさんのことを予想してもらっております。ただし、大穴の予想限定です。あ、そういえば先週あの玉袋 の、 あの美しく枯れるってね、ここで読んで、お前玉頼むぞっつって言ったら、早速あの縁側の方で、あのあいつなんかあのわざわざ買って、あ、買ってくれた、うん、で、あの3日前に届いたらしいんだよ、アマゾンから。それを当日までに一気に読んでくれて、で俺はな、俺は憲法したんだよ、憲法したんだよ、うん、いや送ったけど、ね、はいはい、ね、事務所あったから、はいはい、俺自分の金でね、うん、あの野郎のねこってね、であいつはね、なんか偉そうにね、なんで俺の表紙をね、どっかの敵屋の兄ちゃんみたいな顔して、なんだこの表紙は、お前、内臓の悪いどっかの泡沫広報みたいな顔しやがって、散々言ってて、あいつは俺は憲法したよ、あいつは俺はね、金で買ったんだよ。で、統一教会のことをうだうだ書いてるけどね、お前のやってることが霊感商法じゃねえか。ワンちゃんがさ、それをさ、うん、ワンちゃんね、あのこの間ね、カーボーイのね、うん、あれ聞いてたやつ、うん、聞いた、タマさんっつったら、うん、その前にね、うん、聞くわけねえだろっつって、うん、いや実は太田さんがね、うん、タマさんの読んでくれてっつって、うん、知らねえよって言いながら俺の本出したから聞いてんじゃんっつって言って玉袋が俺の連関商法じゃないだろうな、やらそうにやがってっつって言ってましたよ、ね、いやその通りですね、本当確かに霊感商法です、霊感商法だ、玉袋、幸せになれるよ、その本買うと幸せになれますから、ね、霊感商法で一つよろしくお願いします、ね、RCC、はい、淵上ちゃんなんですけどね、ああ小学生の時、うん、まあ体育はね基本的に体操運動神経いい方なんですけど、いい、はい、まあちょっと中でも苦手なことがありました、うん、さあ何でしょう、マット運動、違います、飛び箱、正解ということで、ちょっと感覚すぎてるか
中根ちゃんすびっくりしたの、はい、今あそれで明日はなんと和歌山放送、うん、ともちゃんが中根ちゃんの代理で、はい、なるほど、はい、それ来ますから期待ですよ皆さん、うん、中川智子さんがですね、はい、中根ちゃんの代わりのアシスタントということで、うん、はい、あいうえお作文もねやっぱ復活させてね、さすがやっぱともちゃんすごいなと思うのはね、うん、スケベなことをね、うん、言うのを自分から復活させるという、ね、それがすごかったですけど中根ちゃんびっくりしたのは、はい、これ絶対言ってほしくないんだけど、はい、盲腸になったらしいんですよ、うんうんうん、高校時代ぐらいの時に、うんうん、で誰にも言わずに、うん、鏡見ながら自分で手術した。ブラックジャックかよ。なあ、危険だし。いや、医学書を語ってる。いや、医学書とかあってもな、技術がないから。鏡を見ながら。あ、それできたの。できた、できるわけねえだろ、お前。そうだね。やめなさいよ。ラジオネーム、今夜はチャーハン。うん。今年も太田さんが自作のサラセン。あ、すごい。だから皆さんね、やっぱりね、期待してるんだ。この季節がやってまいりましたよ、とうとう。サラセンを発表するか。実は本物のサラセンに、密かに応募していた田中さんが、仮名で大賞を取っていたことが分かり、大揉めする。すごいね、そしたら。パパちゃん、何？パパママ川柳。パパママ川柳。働くパパママ川柳っていうのね。何が大賞だったんですか？ちょっと今、思い出すことは。審査員でしょ。審査員。